こんにちは、脱落系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日は有機野菜、無農薬野菜についてお伝えしたいと思います。私がお伝えしているマクロビオティックの料理は基本的に有機とか農薬不使用のお野菜を使うように推奨しているんですけれども、一言で無農薬って言っても有機栽培があったり自然栽培があったり自然農法があったりって、一体どれを選んだらいいのかなっていうことがわからないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。そこで今回は自然栽培農家として私の地元の富士宮の有機農業を引っ張っている自然栽培マイスターの和み農園の宮田さんに有機野菜のことについてお話をたっぷり伺っていきたいと思います。 It's gonna be alright. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Gonna... こちらが宮田さんの畑と田んぼです。こちらが自然栽培マイスターの宮田さんです。宮田さん、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。私は宮田さんにお会いして4年くらい。多分。4年くらい前かな。コロナぐらい。コロナが始まった頃に、初めて会って、ね、それからずっとお野菜使わせてもらったり、本当にいろんなイベントでご一緒させてもらってるんですけど、はい、宮田さんはさっきもね、自然栽培マイスターということで紹介したんですけど、この道に入ってどのぐらいなんだっけ？20年前から、有機農家になりました。というか、百姓になりました。もともとは富士が実家で、富士宮はちょっと南側の町で、近いところで、富士宮で、収納した感じです、はい、IT 業界にいたんだよね今で言う IT だけど、もうそんな言い方は昔はしてなかったので、はい、全然、すごいバリバリのサラリーマン。バリバリのサラリーマンでした、ね、はい、何時間も働いてみたいな。いや、本当徹夜もねしつつ使ってました、はい、そして自然に戻ってきたみたいな。そうなんかね、逆に多分行きたくなるんだと思うんだけど、こういう道に来ました、今は畑どのぐらいやってるんですか？畑と田んぼと、果樹なんかも今結構増やしてるので、それ全部合わせるとテニスコート125枚分の広さやってます。わかりやすい。わかりやすいの。テニスやってない人がね、わかんないかもしれないけど、一応そういう感じです。それって結構多いですよね、有機栽培の農家さんって。もうちょっとこじんまりやってるイメージがあります。だいたいなんか、日本の普通の今平均が、そのぐらい、それ弱ぐらいなんですけど、普通のね、観光の方の人も合わせて、有機農家だとやっぱちょっと多いぐらいかもしれないです。それで宮田さんは有機農家さんを育てるみたいな、ボス的な、ちょっとっていう頭みたいな感じの存在なんだけど、どういったことをして、塾みたいなやってるんでしたっけ？3つ参加してもらうやり方があって、研修生っていうやり方なんですけど、1年間もびっちり、一緒に、働いてもらって、でもう1から10伝えるっていう感じのやり方があります。それで、もう1年後には自分で独立してもうスタートしてもらうっていうのが1個 で、2個目は、毎月1回自然栽培、今予備校って呼んでるんですけど、なんかお仕事しながらとか、主婦やりながらの方が月に1日だけ来てもらって座学をやって、それからあと実習というか畑を一緒にやるっていうパターン、それを1年間毎月1回っていう感じでやってるパターンで、あとは遠農って言って、自分の好きなタイミングで、好きな時間帯、好きな日に、来てもらって、で一緒に作業をするっていうのもやってます。なるほど、はい、そんな関係で、すごく宮田さんのことを慕ってる、農家さんすごく多いですよ。富士宮ありがたいです。静岡県内でもたくさんいらっしゃるんですけど、そんな自然栽培有機農法の、マイスターの宮田さんに、これから有機栽培とか自然栽培とか、何なんだろうみたいなところを教えていただこうと思います。はい、でですね、はい、
まず、宮田さんに、はい、最初にお聞きしたいのは、なんかいろいろあのパッケージに書いてあるじゃないですか、うん、自然農法とか、うん、自然栽培とか、うん、それは一体どういう違いがあるのかなっていうことを結構気になってらっしゃる方がね多いかなと思うんですけど、はい、その辺をざっくりまず、はい、有機栽培って何、うん、そして有機ジャスとかっていうのもね、うん、ありますよね、うん、そのあたり教えてもらってもいいですか。はい、わかりました。日本では有機野菜っていう言葉としてはまず有機ジャス法っていう法律があります。その法律の定義で、化学肥料を使わない、それから化学農薬を使わない、また遺伝子組み換えの種を使わないっていう、この3つの要素が満たされている圃場で作られた野菜を有機野菜と呼んでいます。でそれはあの国の法律なので、そこに沿った形で認証制度っていうのがあって、その認証機関が認めた場合に、有機ジャスというシールがあって、それを貼ることができます。でそうなったものが有機野菜として、認められた、もので販売されています。でそれとは別に、実はそれよりも多く流通してるんですけど、同じようにさっき言った3つの条件で栽培してるんだけれども、その認証期間に認証を取っていない有機農家さんもいっぱいいます、っていうかそっちの農家の方が多いです。その方たちは有機野菜として言うことは本来できないので、その場合には農薬不使用とか化学肥料不使用とか使用量ゼロっていう表現で、まあ、言ったりします。でそれを一部無農薬っておっしゃる方もいたりするんですけど、さっき言った条件っていうのは何々を使わない使わない使わないなんですね、だから有機肥料を使うとかっていうのは、まあ、そこにもちろん使っていいことになるんですけど、使うものに関してはさっき言ったやつを使わなければ、まあ、一応天然資源であれば使って OK で、そういうのを使う人たちが、一応有機農家として、今存在してます。で有機農家の中にも大きな意味では有機農家なんですけど、その中に自然栽培、自然農法、普通に有機肥料を使う有機農家、この大きな枠の中に、ね、大きく3つ分かれていて、最初に言った有機農家さん、有機栽培っていうのは、さっき言った条件で簡単に言うと有機肥料を普通に使い、それはどの有機肥料でも構わず使い、それから例えばトラクターとか、化石燃料を燃料にしたと農業機械も使い、化学繊維でできたマルチ、ビニールというのがあるんですけど、そういう資材を使いっていうのが一般でいう有機農家です。で自然栽培っていう方は、自分もそうなんですけど、その大きな違いは有機肥料も使わない、肥料を一切入れないというのが一般でいう自然栽培、もちろん農薬も使わないんですけども、有機肥料を使わないっていうのが大きな違いです。で自然農法の方は、俺の定義が 100% はないんですけど、一般的な定義としてそれプラス農業機械でその燃料を大量に使うようなトラクターを使わないとか、要は化石燃料をできるだけ使わないようにする、プラスそれをやらないことで畑を耕さない、不耕起栽培というんですけど、畑を耕さないっていうところも割と主眼に置いたやり方をしているのが自然農法の方たち。なるほど、はい、そういう違いがあるんですけど、全部すべて共通してるのは、化学肥料とか化学農薬とか遺伝子組み換えの種を使わないっていうのはすべての農法で共通してます。なるほど、でじゃあさっきあの最初の方にあったんだけど、有機ジャスを取らない選択をしている人が結構多いっていう話なんだけど、それはなぜ？いくつかあるんですけど、まずは費用がかかる、年間10万円ほど、認証を取るために費用がかかる。それは一つの作物について？いや、その圃場についてでいいので、一つの作物というわけではないです。この畑全体について、で、あと2つ目はそれに対して、そういろんなこう記録を作るこの資料を、毎日、作らなきゃ、記録を全て取らなきゃ、計画と記録を取らなきゃいけないんですけど、割と有機農家さんって日本の場合少量多品目といって、自分も今、150以上は作ってるんですけど、150、そうなるとその日々のね、その記録なりがとっても大変なんです。一回俺趣味としてやってみたことあるんですけど、
ちょっとね、普段出荷作業だけでも、うん、伝票とかメールのやり取りだけでもいっぱいいっぱいなんですけど、うん、それプラスその作業が入って、もう本当にね、厳しいなって。まあ、その2つが大きいのと、うんうん、あともう一個は、うん、ある意味天然資源で害のあるものもあるんですよ。うんうんうん、だって自然界にも、うん、毒性あるもの、多少あるんですけど、うんうん、そういうものを容認してるところがあって、それを、まあ、自然農薬というような意味合いで、天然資源の農薬という意味合いで、うん、使っていいことになってるんですね。で、自分の考えからすると、うん、まあ、要は虫を殺そうとすることに変わりはないんですね。それが科学的なものなのか、うん、天然的なものなのかなんですけど、うんうんうん、自分は殺す気はないので、うんうんうん、あの自然の循環で、自然とこう淘汰されていけばいいと思うので、うん、人為的に殺すっていう考え方を、うん、まあ、許してる。許すためにそういう資材を使うっていうことを許されてるので、うん、それが自分の中ではこう腑に落ちないところ。でなので、うん、私の場合はその有機野草を取るっていうあの選択はしなかったしてないんですけども、はい、有機野菜のこと、うん、自然栽培、自然農法の違い、うん、無農薬野菜のこととかいろいろ聞かせてもらったんだけど、で実際に農薬を使わない野菜ね、全般と普通に農薬を使ったあの、まあ、一般的なお野菜との栄養の違いっていうのを気になってる人もね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりは宮田さんはどんな風に思っています？ってこうデータ的なものとかもあるのかな？そうですね、うんうん、自分お米ではデータ取ったことあるんですけど、まあ普通に考えて、まあ、農薬を使う農法の方っていうのは、うん、栽培期間が短い、やり方をされている方が多いんですね。キュウリを育てるとして、まあ、うちのは固定種と言われている、割と栽培期間の長い、取れ出すまでに時間のかかる品種を選んでるんですけど、うんうんうん、まあ、それがほとんどの野菜がそうなんですけど、でそれに比べて農薬を使う農法の方は割と早い段階から収穫ができる品種を選ぶ方が多いです、うんうん、で熟すのに時間をかけるのか、それとも熟す手前で流通に乗せるために少し前の段階で収穫して、例えばトマトなんか青いうちに取って、でスーパーに並ぶまでに赤くするっていうような感じでやるパターンもあるんですけど、早く取れるってことはそれだけ根の張りも少し弱かったり、成長も若い段階で収穫を迎えるっていうので、同じ大きさだとしても地面からこう吸い上げて送り出すまでに短期間でそれを成し遂げるので、細胞が粗いというか同じ大きさでもスカスカな状態のものが多いんです。でゆっくり時間をかけて育った野菜っていうのはとても細胞も緻密でギュッと締まっているんですけど、それだけその一個一個の細胞にそれぞれ栄養素が含まれているので、その栄養素の量が同じサイズだとしてもどうしても多くなってくる。その栽培期間が短いやつと長いやつだったら長い方が絶対栄養素は多いです。もう一個はその早い段階でしっかり熟す前に取られるっていうのも、その栄養素を溜め込んでいくっていう作業をしてから実を熟すので、それもやっぱり早い段階で取られたやつっていうのはしっかり熟してないとかっていうのもあります。でもう一個はやっぱり土が肥料を上げて、化学肥料を上げたり農薬を上げたりすると、土の中にいる菌、微生物がですねすごく少なくなっちゃうんですね。もちろん農薬の中には殺菌剤性、菌を直接殺したような農薬もあるんですけど、うん、そうすると菌の量が減っちゃうので、菌っていうのは土の中で植物の根とやり取りをして、で栄養素を共生してやり取りして受け渡す作業もいっぱいしてるんですね、まあ、人間の腸と近いんですけど、それをやれない土になっているとどうしても栄養素をこう受け渡してあげられないですね。で特定の要素だけ、要は簡単な要素だけを受け渡しているような作りになっちゃうので、どうしてもそういうような菌の少なくなった土でできた作物っていうのは栄養素が全体的に少ないし、あるものに偏ったりしがちになるのはまあちょっとしょうがないかなと思うんですけど、そこが普通の観光農法の野菜と一番こうその栄養素の違いの差になってくると俺は思います、はい、すごい。やっぱり菌の力とか、そうですね、すごい、うん、菌の力は本当に大きいと思います。ありがとうございます、はい、
宮田さんが今までねいろいろ聞いてきた有機栽培の中でも自然栽培をねやってるっていうことで聞いたんですけど、その、まあ、経緯というか、最初から自然栽培やってたの？いや、最初は、まあ有機栽培ってやつですね。あ、じゃあ肥料入れるやつ、有機肥料ね、入れて、やってました。なんで変わったの？なんで変わったか、まず農薬は使いたくないっていうのはすごく思っていたので、まあ、農薬使わないやり方で普通に有機栽培の、まあ、農家さんで研修をして、で自分も当たり前のように有機肥料を使って、もちろん無農薬なんですけど、そのパターンで自分はスタートして、でやっていくうちに自分の父親と妹が、がんになりまして、で、まあ、がん治してあげたいなっていうのが単純に思いました。でじゃあ自分の野菜食べてもらえば、体良くなるかなっていうのも思っていたので、まあ、そういうのを考えていたんですけど、なんかやっていくうちにいろいろこうその有機肥料にもなんか、言葉が難しいんですけど、まあ、いい面と悪い面があるなっていうのを感じるようになって、である意味ね不自然なんですね。自然界とはちょっとずれてるところがあるので、その不自然さがそういうねすごいこう、体を病んでる人にとって本当にいいのか悪いのかっていうのをちょっと疑問に思うような時があったので、その有機肥料を与えた有機肥料を与えた野菜が本当に体のためになるのかなっていうところを、まあもちろんなる面は多いですけどね、農薬を与えてる野菜に比べたらもちろんいいんですけど、でも何かしら、その不自然さはある、人工的なところ若干あるので、そこが大きさとかも全然違うもんね。そう、大きさもねやっぱ有機肥料入れると大きくなる、大きくなるんですよ。すごく大きくなるし、見栄えのねいいものができるんですけど、うちのは本当に玉ねぎなんかも、もうこんなちっちゃこんなちっちゃいんだけどっていうすごい言われるので、でも味が濃いね。そう、そうは言ってもらえるんですけど、そのだから不自然さをとても感じるようになって、であと虫の害とかがやっぱりあるんですね、有機肥料を与えて無農薬の場合に、でまあもちろんすごい大量にはならないんですけど、でもやっぱ一部なってることが多くて、虫が出ちゃう、虫が出ちゃう、虫に食べられちゃう、肥料を与えることで、肥料を与えることで、でそれはやっぱりね、なんて言ったらいいのかな、ある意味不自然だからなんですよね。自然界って弱いものから食べられます、で、ある意味有機肥料だろうがいっぱい与えられたものは弱ります体力が弱ります。そりゃそうなんですよ。一生懸命根張らなくてもすぐ身近に食べるものは、食べるっていう表現あるんだけど、吸収できるものがいっぱいあるので頑張って根を張りに行かないんですね。甘やかされちゃう、そう、甘やかされちゃう。で人間もほら動かずにね食べることだけしてたら、どうしても例えば太っちゃったり、体に害が出たりってなりやすいじゃないですか。確かに。それと似てるところがあって、しっかりもうね根をどこまでも張るぞっていう、どこに行ったら吸収するものあるのっていうぐらいに探させるぐらいの環境の方がやっぱり植物にとってもいいなと思うようになって、で、肥料を入れないとその条件が整うので、一生懸命根を張るっていう作業をしてくれるので、それで簡単に言うと虫の害とかも減ることになるし、トータルすると人間の食べるものであるとしたら人間の体にもいいものになっていくんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。で一番大きいのはですねフルーツですね、果樹、果樹をやっていると、これ有機農家さん分かると思うんですけど、相当うまくいかないです。失敗しやすいんですね。本当に虫にバーッとやられちゃいます。で、これを自然栽培にするとですね、不思議なことに虫の害なく、ちょっと今日持ってくればよかった。ちょうど桃今取れてるんですけど、桃も食べられずに綺麗な桃ができます。で、それ本当果樹全般なんですけど、だから、そこが一番、果樹っていうのがすごく甘みを求めてるので、どうしても虫に食べられやすいんですね。余計食べられやすいんですけど、そういうものが無農薬でうまくいくっていうのが自分が成長していくっていう力が強い植物ほど、虫の害ないので、そこが、一番大きく分かりやすいかなとは思います。
ゃあ本当よりこう健康にこう例えば病気治しをしたいとか、うん、そういうふうに思ってる人は、まあ、あの有機栽培よりも自然栽培の方が、あのよりパワーが強い野菜になってるっていうことは言えるね、うん、そしたらね、うん、そう、まあ俺は思いますけど、うんうん、まあいろんな意見あると思うけど、ね、それはねもちろん、はい、そればっかりではないですけど、ありがとうございます、はい、そんな魅力的な宮田さんの野菜魅力的かな遠くの人でも買えるシステムになってるんだよね。はい、うん、一応、まあ、自分自身のホームページから注文していただくか、まあ、ネット概要欄に貼っときます、はい、あとネットサイトでもね、うん、いくつかのところで、野菜売らせて売ってもらっているので、そういうところから、うんうん、買っていただければと思います。そちらもリンク貼っときますので、よかったらご覧ください。はい、あとワークショップなんかもやってるんだよね。うん、うんうん、あのね、発酵の味噌とか、うん、みりんとか、味噌、みりん、醤油、醤油を今は主にやる、まあ麹作りとかもね、うんうん、含めてやってますけど、はい、そんなのもやってます、うん、はい、なんか味噌とかはね結構あるけど、うん、みりん醤油っていうのはあんまりこう見かけないワークショップだと思うので、うんうん、それは静岡県内であちこちでやってるので、うんうん、はい、またそんなご紹介も概要欄の方に貼っておきますね、はい、そんな宮田さんが、主催をする、オーガニックのイベントが今年の秋予定されています、富士宮で。ちょっとそのご紹介もお願いします。はい、今年の10月の28、29の土日なんですけど、まあ主には28日の土曜日なんですけど、この富士宮の麓っぱらっていうキャンプ場があるんですけど、そこの場内からちょっと出たところに、森がありまして、そこを会場にしてオーガニックサミットっていうイベントをやります。で今実行委員のみんなで、どういう内容にするかっていうのをこう詰めていっている段階なんですけど、まあ、オーガニックっていうと割とこう狭い言葉に感じると思うんですけどね。例えばオーガニック野菜とかっていうのに、まあ割とこう特化したようなところがあるんですけど、もうちょっとこう広い意味合いで個性を生かして、でみんながこう住みよく生きやすく心地いいこう関係性でいるようなこう世の中になっていってほしいなっていう、そのきっかけ作りになるようなイベントをやりたくて、みんなでやりたいねっていう話になりまして、で今回オーガニックサミットっていうイベントを開くことになりました。いろんなお店ワークショップがやったり、ライブをやったり、ライブも6組、うん、7組か7組ぐらいライブ、うん、あと講演会、はい、講演会も、はい、うん、山本先生っていうお医者さんとジョムアっていう種の活動をやってる方が、お話をしてくださいをしてくれます。私もノリノリキッチンという子どものイベントで、うん、出展させてもらう予定で、今実行委員会の中に入って、活動を手伝っているような感じです。よかったらそれも概要欄の方に、ね、貼っておきますので、またご覧になってください。はい、ぜひよろしくお願いします。遠くからの方もキャンプ場泊まれます。はい、泊まれますはい、そんな感じで、今日は自然栽培マイスターの宮田さんに無農薬野菜、有機野菜について詳しくお話を伺いしました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。